嗨，皆さんこんにちは，井上です。今天是高级日语的第十七堂课，好，十七堂课。OK， 今天我们要学的是と見るや，对不对？好，通常 A と見るや 比，它的意思是判断 A 之后马上做 B。好，哪一个例子？女朋友判断我没有钱，马上跟我提分手。好，它的日文是彼女は。私がお金がないと見るや、すぐに別れようと言いました。彼女は私がお金がないと見るや、すぐに別れようと言いました。所以と見るや前面是普通形就好。OK， 那我们再练习两个。OK， 好，打半球，判断逆转的好机会，马上送代打。它的日文是逆転のチャンス。と見るや、代打を送りました。逆転のチャンスと見るや、すぐに代打を送りました。うん、すぐに、ジャブジャブ OK。好、那我们再看一个例子。判断老师不来、学生开始吵起来了。OK。先生が来ないと見るや、生徒は騒ぎ始めました。先生が来ないと見るや、生徒は騒ぎ始めました。嗯，我记得小学的时候是这样，就是老师就不来，啊，判断老师不来，就马上就学生就开始玩。OK， 那就今天我们要学的是と見るや，判断 A 马上做 B 的用法。OK， 那就今天的课到这边，拜拜。最後に一言だけ、YouTube の説明欄に Facebook ページとブログのアドレスを載せているので、よかったら見てください。あと YouTube のあのディナーもクリックしてくれると嬉しいです。もし何か日本語の質問があったら、あの LINE の ID あるのでそこから聞いてください。じゃあ皆さんも日本語頑張ってください。バイバイ。よいしょ。